こんにちは。今回は毛糸屋さんからお話をいただき、イノセントビッグニットキャンペーンに参加することになりました。日本の支援を必要とする子どもたちのために行うチャリティー企画のことです。もともとね、イギリスで始まったそうなんですけれど、この度日本で初めてそのキャンペーンが行われます。毛糸屋さんがそのアンバサダーになっているそうです。こういう形でね、ニット帽を作ってみました。この飲み物は何かというとスムージーになっています。これがキウイ、そしてこちらの方がストロベリー、はい、もう一種類、マンゴーがあるようですね。ちょっとマンゴーは購入できなかったんですけれど、はい、この2本を買ってきました。このボトルに、ニット帽をこうかぶせて販売するそうなんですね。こんな感じで、はい、こういう形でニット帽をかぶったスムージーを購入していただくことで、1本あたり25円が日本財団に寄付されます。そして日本の支援を必要とする子どもたちのために使われるキャンペーンになります。商品を、ね、購入するだけでなく、このドリンクボトルにかぶせるこういう、ね、ニット帽を編むことでキャンペーンに参加ができますので、ぜひね、お家にある残りゲートで編んでいただきたいなと思います。今回私は編み方動画を投稿するということでお話の方をね、いただきました。ニット帽の方は以前にね、編んだことがあるんですけれど、ボトルに合うように調節して編み方の方を紹介していきたいと思います。ニット帽を編んで送るんですけれど、今回は12月1日までに送られたニット帽がチャリティーに使用されるそうなんですが、それ以降もジョージアの帽子の方はね、受付されているようなので、次回以降に使用されますので、ぜひね、編んで送っていただきたいなと思います。送り先とか詳しい内容は説明欄の方に毛糸屋さんのホームページ、イノセントのホームページの URL を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。送るときに毛糸屋係と記入された中からエコバッグの、ね、プレゼントもあるようなので、ぜひね、内容の方をチェックしてください。はい、もしね、このドリンクが手に入らなかったときは、ここの大きさ、これがこちらの直径が3センチ8ミリになります。そしてこの高さですね、これが1センチ7ミリありますので、これにかぶせられる大きさを、はい、編まれたらいいかなと思います。これがね、コーヒーのボスですね、このアルミキャップ、これがだいたい同じぐらいになりますね。直径はほとんど一緒です。で、高さの方ですけれど、これもここまでがこうギュッと回すと、このここの部分が外れますので、これもこの下にもう少し輪っかがこうついていますので、同じぐらいになります。あるいはこちら、これも大きさ一緒ですね。で、高さの方もほぼ一緒、こちらの方は、焼酎の、はい、キャップになります。このぐらいの大きさっていうのを目安にしていただけたらいいかなと思います。そしたら編み方を紹介していきます。小さくて可愛らしいと思います。はい、でこの横のところにスレッドコードをつけて、こういう形の、はい、帽子にしました。一見棒針編みのように見えるんですけれど、こちらの方はかぎ針で長編みの引き上げ編みで編んでいます。上から下に向かって編んでいきます。最初は輪の作り目の中に長編みを15目編みます。そして次の段、2段目で長編みと引き上げ編みを交互に入れて増やし目にします。はい、目数の方を30目に、はい、増やしていきます。はい、これでまたね、後で編み方を紹介していきます。はい、3段目からは増減なしで同じことを繰り返していきます。表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいって、ぐるっと回って、はい、引き抜いて、また、鎖3で立ち上がって同じことをしていきます。前段の表引き上げ編みのところには、はい、表引き上げ編みを編んで、裏引き上げ編みの時には裏を編むという形の同じ編み方をぐるぐる編んでいって、お好みの長さまで編みます。今回は10段まで編んで、はい、仕上げていきたいと思います。今回使う糸はこちらの糸を使おうと思います。ヤパール毛糸のグーテナハトの番号の方が9891番、
こちらの可愛い糸を使って編んでいきたいと思います。そしてかぎ針の方は4号を使います。はい、15層ぐらいの毛糸で、編まれたらいいと思いますので、お好みの糸で編んでください。物がね小さいですので、あまり太い糸で編むと、この引き上げ編みの、ゴム編みのような目ですね、これがうまく出ませんので、中細ぐらいがいいかなと思います。はい、輪の作り目をします。人差し指に1回巻いて、クロスになったところを押さえて指から離します。穴の中にかぎ針を入れて引き出してきます。はい、こちら側が二重になっていることを確認してください。立ち上がりは鎖3目、はい、ここから長編みを15目編むんですけれど、この立ち上がりの鎖を1目と数えますので、長編みは残り14目編んでいきます。14、15、立ち上がりを入れて全部で15目編んできました。はい、そしたら穴を閉めて、最初の立ち上がりの鎖、立ち上がりの鎖の3目目、こちらの方に引き抜き編みをします。はい、2段目に行きます。立ち上がりを鎖3目編んだら、立ち上がりのこの鎖の目がありますね、これを針をこのように入れて引き上げ編みを編みます。はい、こういう形にしますね。はい、次はこの次の目ですね、次の長編みがここにあるんですけれど、これの目はここにありますね。はい、次入れるのはこの目に入れます。そしてその次にこの足の部分ですね、ここに入れます。一つの長編みに対して目の部分とこの足の部分に入れて、はい、増し目をしていきます。一つの長編みに2回入れることになります。今引き上げ編みをしましたので、次はこの長編みの目に入れます。普通に長編みを編みます。はい、次はこの同じ長編みの足の部分ですね、ここに針を入れて引き上げ編みを編みます。はい、はい、次の長編みの目に入れますね。普通に長編みです。はい、同じ長編みの足の部分に引き上げ編みを編みます。目に入れて、次は足の部分に入れる。はい、こういう形で、はい、1つの長編みに2回ずつ入れることになりますので、目数の方が15の倍の30目になっていきます。はい、そしたらぐるっとここまで編んでいきます。はい、そしたらぐるっと回ってきて、最後の1目になります。この長編みの目にまず入れますね。はい、長編みを編んで、そして足の部分ですね、はい、ここに引き上げ編みを編んで、そして立ち上がりの鎖がありますね、これの3目目、鎖の3目目に引き抜き編みを編みます。これで2段目がおしまいになります。3段目に行きます。鎖3目で立ち上がりを入れたら、はい、次はこの前段で編んだ表引き上げ編みに針を入れて表引き上げ編みを編みます。はい、次はここに長編みの目がありますね、これを裏引き上げ編みにします。裏から針をこのように入れます。こうね、後ろからこう縫うようにまた後ろへ針を出します。そしてかけて取ってきて、2目と外します。これが裏引き上げ編みになります。はい、次の目は表引き上げ編みです。はい、表引き上げ編みを編んだら、次の長編みは裏引き上げ編みにします。こういう形で交互に裏と表の引き上げ編みを編んでいきます。これが表、そして長編みの部分ね、前段で長編みを編んだところに裏引き上げ編みを編んでいきます。はい、
こういう形でぐるっと一周回ります。目数の方は30目あることを確認してくださいね。はい、そしたら最後まで行ってください。そしたらこうぐるっとね、編んできました。最後のところになりますね。はい、この長編みの目は裏引き上げ編みをします。こうですね。そして最後の目は表引き上げ編みでおしまいになります。はい。そしたらここに立ち上がりの鎖の目がありますので、それの鎖の3目目に引き抜き編みをします。はい。これで3段目がおしまいになります。はい。次からは同じことをずっと編んでいきます。はい。鎖3目で立ち上がりを入れたら、この表引き上げ編みの目からスタートします。表を編んだら次は裏ですね、はい、裏から入れてそして長編みかけてこの表のこうですね引き上げ編み同じ、表引き上げ編みの上には表引き上げ編みがきます、はい、そしてすくうところはねこの、はい、この柱の部分をしっかりすくいます。ここの目の部分をすくうんではなくってこの柱の部分をすくっていきます、はい、裏もね裏の柱部分をすくいます。交互に裏と表と引き上げ編みで編んでいきます、はい、そしたらぐるっとここまで編んでいきます。ここまでね、はい、そしたらここからぐるっと編んできました、はい、今裏引き上げ編みを編んで最後のこの目ですね表引き上げ編みを編んだら最初の立ち上がりの鎖の3目目ここに引き抜き編みをします、はい、こういう形で、はい、編んでいきます、1,2,3,4 今4段編みましたね。ずっとね増減なしで同じことを繰り返していきますので、まあ、お好みの長さでいいんですけれど、今回は、ここから数えて10段あと6段ほどね編んでいこうかなと思います。はい、そしたら、増減なしでずっと編んでいってください、はい、そしたらずっとね編んで、今これが10段目の最後になります、はい、裏そして一番最後の目、これが、はい、これが表引き上げ編みでおしまいになりますね。そして、この立ち上がりの鎖の3目目に、引き抜き編みをするんですけれど、ここは一番最後になりますので、チェーンつなぎをしておしまいにしたいと思います。糸処理分だけ糸を残してカットをして、はい、抜きますね。そしたらとじ針に通して、この引き上げ編みの目ですね。ここに入れます、はい、そして糸を向こう側に出してそして今このチェーンのところから糸が出ていますね。ここね、ここに戻します、はい、後ろにやります、はい、こういう形にしてここが鎖がきれいに並ぶようにします。そして糸端は適当に後ろでくぐらせて、こういう感じですね、はい、後ろに通してね、糸処理をしておきます。これで本体の方が編めたんですけれど、はい、この横のところにこういう形でねちょっと、スレッドコードで飾りをつけたいと思います、これが20センチですね、60センチ測ります。2,4,6,60センチ測ったところを2つに折りますね、はい、それをさらに2つに折ってこういう形にします。ここにあの立ち上がりのこう目がずっとあるんですよね。ここね、これを、まあ、あの横にするか、
もう後ろにしてしまうかっていうことなんですけれど、こちらの方は横にしてるんですよね、ここね、はい、横よりもう後ろにやった方がいいかなと思いますので、半分に折ってこういう形にして、そしてこの横ですね、横ここの部分から裏と表と2本このようにね針を入れて、はい、半分に折ったのを引き出してきますね。はい、今糸の方がこのようになっています。向こう側この短い糸端がある方ね、これこっちはまだ糸玉につながっています。そちらをちょっと引っ張っていきます。はい、このぐらい、このぐらい差がある、5センチぐらい、ここからここまでね差があるようにします。はい、そして糸をこうかけますね。まずこちらの方、輪になっている方を、はい、かぎ針に手前から向こうへかけます。はい、指にかかっている糸を引っ掛けてきて抜きます。はい、これで一目編めたことになります。またこうかけて、指にかかっているのをかけて引き抜きます。はい、これで2目編めました。はい、ふんわりと10目ほど編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これで10目編んできました。そしたらだいたい長さが一緒ぐらいになると思いますので、ここで、はい、カットをします。そしたらこれを抜きますね。はい、こんな感じになります。そしてここのところを結びます。こういう感じね。はい、まあ、あと2目ぐらい編めたかもしれないですね。このぐらい残ってますね。はい、反対側も同じようにしていきます。こういう感じにしますね。そしたらこの結び目同士を合わせて同じぐらいの長さを残してカットをします。はい、こんな感じですね。はい、あまりきつく、編むとこう外側へこうね沿っていくんですよね。なのでなるべくふんわりね、はい、編む方がいいと思います。はい、こんな感じです。そしたら次はここの、ポンポンを作っていきますね。この本です。はい、厚紙、これが 1.5 ぐらい、1センチ5ミリぐらいの幅の厚紙ですね。で、結ぶ糸20センチぐらいね、カットしますね。そしたらこの台紙にこれをこう置いた状態にして、そしてこの糸を巻いていきます。まあ、だいたい70回から80回ぐらい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、そうそう忘れてた、こういう糸端が出ますよね。これももったいないのでポンポンのね一部にしたらいいと思います。こういう感じでこれもね巻いていきます。ね、短いのもこのように上を揃える、下は切れ端がこう出ててもいいと思いますので、こういう形にして、はい、で続きを巻いていきます。ちょっと何回か忘れちゃいましたけれど、残りの回数を巻いていきます。そしたら渡してた糸がありますね。これね、これとこれ、はい、これを結ぶんですけれど、こうもう一度ねくぐらせたいと思います。糸を通して今こう置けてますので、もう一度ねこう通していきます。こうですね。はい、でこのようにします。もうカットしておきますね。そしたら台紙から抜きますね。そしてこの
糸端同士を、ここね、今2回くるくるっと巻いた糸端を結びます。3回くらい結んでおきますね。はい、こういう形にします。ポンポンに仕立てていきます。この輪になっているところをカットしていきます。長いところをね、こう指で押さえて、はみ出ているところを切るようにしたらいいと思います。こんな感じですね。はい、そしたらこけていきます。はい、帽子の方をひっくり返して、これまだね使いますのでね。そしてこの穴から通して、これを、はい、2本ともね引っ掛けて裏の方へ出してきます。はい、まあ、こんな感じになってますね。とじ針に通して1段目 の、 この作り目のところですね、ここに、はい、適当にね通していきます。これで1本、そして次、今こう回したのでこっちは逆にしようかな。はい、こういう感じで回していきますね。はい、これは一番最初の作り目の、糸端ですね。こちらの方も、はい、今ここから出てて、こう回ってるので、こちらはその続きで、はい、回していきます。こんな感じですね。はい、で3本を結びます。はい、2本と1本になっていいと思いますので、はい、こういう感じでギュッと。3回ぐらい結んでおきます。はい、これを糸を中に通してもいいんですけれど、ね、裏になりますので、もうここでカットしておきます。はい、こういう形にして表に向けます。こんな感じで出来上がりになります。はい、ちょっと可愛いですよね。こっち立ち上がりがあるから後ろですね。はい、こういう感じになります。でこれがボトルかぶせてみるとこんな感じになりますね。でこの、はい、紐の部分をもう少し長く編んだらここが結べるんですけれど、ちょっと短かったかな。向こう垂らしておく分にはこのぐらいの長さが可愛いかなと思いますね。その辺はね自由に長さの方は変えてみてもらったらいいと思います。はい、今回はケイト屋さんからの依頼でビッグニットキャンペーンの小さなニット帽の編み方を紹介しました。ぜひキャンペーンに参加してください。はい、ありがとうございました。